さあ、この動画はナイチンゲルダスの公式 YouTube チャンネルで毎週土曜22時から生放送でお送りする生放送番組です。今回はその第26これは6回で合ってる6回で合ってます。6回ということで、もう26回やってんのか。はい、やっぱこの24、25、26が一番劣悪な環境で撮ってるからな。まあそうかもしれないですね。暗黒期と後に言われるかもしれないね、サタデーナイチンフィーバーの。一旦告知しましょうか、これ始まったんで。もういいか、なんの。いや、URL をコピーして、その、ツイートしてください。ああ、そういうこと。そういうこと、そういうことです。あ、これのね、今始まりましたってね。そうそうそう。分かった、分かった。この、今スマホでやってるから、なんか始まっ、うん、多分できんのか、でも URL を取れば。まあまあ、できんじゃない、うん。え、これどうすればいいの。で、YouTube を開いて、うん。本当に恥ずかしい光景ですけど、YouTube 開いて、うん、共有ってやって、はい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 、コピーってやって、はい、そう。サタデーナイチンフィーバーで共有、はい、こんなお前ライブ中に告知するやついんのかよ。なんか見てんなと思って先生 LINE 漫画の広告流れるの見てたら共有。今は何人ぐらい見てる。あ、すごい。ほらもうこの画面の中で俺が携帯いじってるもん。最悪の環境だよこれ。ありがとう11人。前回そのかさ増しがなんかなぜかどんどん始めて、いや、最初から見てる人なんかいないですよ最悪のセリフを残してしまったからあそこはカットしておいたけど、僕がわざわざ、はい、ありがとうなえ、もうこれ始まってんの。いや、でも最初から見てるやつなんか一人もいないですよ。そんなこと言うなよスタッフが。僕らにもなんか悪いし、見てる人にも申し訳ないよ全員傷つけて帰りよ全員傷つけてスタートしやがったからな。そう、今日はね、かさ増し来れないんですけど、なんかこっちで25回になってるよ。第26回でしょ。そうですね、26回。まあ後で編集してくれる。間違いだ。後で編集してくれるということで。はい。さあ、今、まあ自粛期間明けて、まあそうっすね。だいぶ落ち着いてきたかなと思ったら、バタバタと無限大ホールが今大変じゃないの。そうっすね、芸人で出てきましたね、ついに。ついにね。あれ、実からさんが一発目無限大ホールでは。あ、多分そうですよね。もう別に一発目だから悪いとかじゃねえもんな、あれな。もう多分な、何発で目でも悪くないっすよ。そう、でもやっぱさ、一発目にはなりたくねえな、あれな。一人目には。まあ確かに結構ね、実方さんもすごいニュースになってますよね。ネットニュースになってるよ。一発目ってしんどいね。どう転んでもさ、え、もしかしてあの人からってなっちゃうじゃん。確かにこれかわいそうだよな。まあそうっすね。そんなわけないのよな、まあ、誰も言わないっすけどね、そんななんか、うん、あの人がどうとかね。でもなんかちょっとあれっすよね、やっぱ。いやいや、かさ増しなら言うんじゃない。かさ増し言うか誰も聞いてないよって言えるやつだから、ね、あ、そうか、うん、かさ増しなら言うかもしれないけど、まあとりあえず気をつけてと。そうね、いろいろこの。でもなんか実方さんだったからネットニュースになった可能性もありますよね。あ、結構有名じゃないですか。まあね、レインボーのね、うん、例えばそのおい、ちょっと待って、お前今、え、お前今フードファイター安井田を聞いてる。しないしない。お前今フードファイター安井田、俺たちの同期22期生おいしいのを傷つけようとしただろう、お前今。まあフードファイター安井田にしてもよかったけどね誰にしようとしてたの。え、まあだからバチョフとかですけど。おい、どうせ同期じゃんお前当たりされるねとか行くなら先輩行けや、行くなら。いや、それはね、あのね、よくない。バチョフなんてどうでもいいじゃんやっぱり誰だっけ、名前忘れちゃったけどさ、はい、あのケーブル所属かなかどっかのさ、はい、芸人がコロナかかりましたっつって。あ、そうでしたっけ。ね、あれ金髪のね、結構キャラ入ってる感じの、キャラもののピン芸人、ピン芸人、ケープロ所属で、ピン芸人ケープロかな、あれいんのよ。ジャスティン、小笠原ジャスティス。あ、小笠原ジャスティンさん先輩か、多分先輩。あ、先輩、まあ関係ないでしょ、ああいうの。小笠原ジャスティンがあのコロナかかって、でそうだ、浅井かどっか、なんか、あ、浅井か、ケープロじゃなかったよ。ケープロじゃない、ケープロにすごい出てるからか。で、あのなんかコロナかかって、コロナかかりましたのあの文があったわ。やっぱり自分の中での小笠原ジャスティンというキャラクターを乗っけるのか、うん、それともやっぱり公式な文だからちゃんと書かないといけないのかで、すごい揺れてたよな、文面が。でももうめっちゃ絶妙でしたよ、あれ。あ、そう、なんか僕すごいなって思いました、あの文章。あ、そう、はい、ちょうどよかった。僕ちょうどよかったと思います。俺ははい、どっちか振り切ってほしかったけど。あ、ちゃんと書くなら、だってちゃんと書いても誰も言わないし。まあそうか、うん、ちゃん、どっちかじゃない。でも絶妙だったんだ。僕なんか絶妙で良かったなって思う。
そのなんか言ってるせめぎ合いもなんか感じられた。だからなんか目線が違ったのかもしれないですけど。どういうこと？そのあせめぎ合ってるなって思って。さっきヤスさんが言ってるように。誰の目線だったの？だなんかこう自分がこう発表する立場になるかもしれないじゃないですか。はいはいはい、この状況で。うん、だそうなった時に置き換えて、あ、うん、こうなるよなって思って好感を持ったのかもしれない。いやいや、お前は別に中野中野ってんであるけど普通に書いていいよ。だって変なさ語尾とか書いてないでしょ。いやだって僕でも毎朝起きた時にあの、うん、おはようございますっていうアカウントやってるんで。ああ確かにな。そう。そこに急になんか、うん、あのメモをスクショしてこうパンって貼るのはどうかって話もあるじゃないですか。まあ、ちょっと言ってることが違う、なんか論点が違うような気がするけど、まあでもとりあえずそんな感じか。そう、なんでお前中野中原店だけで照明から受けたんだ。ちょっと、うん、なんか変なのが被ってる。あ、そうなの。いらないのよ、これ照明。え、いやお前それ裏側言うなよお前。こういう照明とかって裏側だから触れないっていう約束だろ、暗黙の。いや、大体わかるでしょ。変だもん、こんな部屋のもん。もう裏側言うなよ、お前。やめろって。ここにね、あの、安田がイキリ散らかして買ったプロの照明みたいなのがあるんですよ。俺が買ったんじゃないんだって。誰が買ったんですか？ファンの人が買ってくれたやつだって、これ、あと。なんでファンの人に買ってもらったんだよ。アマゾン欲しいものリストで。あ、なるほどね。そう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 。欲しかったんだ、これ。欲しかったね、この照明は。全然違うでしょ、これあるだけ。あ、じゃあファンに買ってもらったやつなら使おう。そうでしょ、やっぱ芸歴4年ぐらい増すよね、この照明だけで。重さ、言葉の重さで。言葉の重さが芸歴4年分ぐらい増すわ。あ、そうね。うん、やっぱり何もないとこだったらただの4年目だからな。じゃあ今8年目ぐらい。今8年目ぐらいだね。うん、8年目でこんな環境でラジオやってんのか。まあいるか。いるいる。4年目から8年目はまだなんかいいですよ、結構発言力増すとかの感じですけど、はいはいはい、例えばなんかこう9年目から13年目とかだと、うん、なんかすごい大人になったなって感じしますね、もしその状況になったら。あー、その状況っていうと、なんて言うんだろう、この10っていうのを越すか越さないかで、うん、なんか気持ち的にもこう周りの見え方とか絡みもあるじゃないですか、なんか、うん、今もうね高齢化してますけど、だからもう9年目とかの人がここに立ったらなんかフレッシュ感はなくなるかもしれないですね。ああ、ここってその今俺のここの、まあ、俺の家でもないんだけど、照明の、あ、照明のね、はい、あ、まあそうかもしれないね。確かに9年目って言ったら誰ぐらいだ。9年目って言ったら、うん、今のオズワルドさんぐらいですかね。いや別に M1 決勝行った人名前出すなよ。それは別にただ白出るだけだ。まああとラフレクランさんとか。いや別にラフルグランさんテレビとか普通ですよ、飯も食えてた。飯食えてね、9年目あたりを家って言ってる。うーん、まあ万次郎さんですかね。万次郎さんだな。確かに万次郎さんがこういう環境でやってたら複雑な心境になってしまうな。心境になるかもしれない、うん、もう照明が悲しいもんな、そんな。確かに、うん、逆に何もない方が、さらちとかの方が野原ってやってるぐらいの方がやっぱ面白いもんな。いやでも会ってないっすね、万次郎さんにも。ああ最近全然会えてないな。いろんな先輩に会えてないな、うん、誰かさ寂しい人いる、この人に会いたいな。村上さんとか会った？最近。いや会ってないっすね。え、あんな出来合いされてたのに、うん、やっぱお尻でかすぎて怒られたみたいでさ。お尻でかすぎて会ってないんだよお前。お尻でかすぎるもん。もうお前スリムクラブさんにもお尻でかすぎるって言われてたもんな。確かにこの前バレましたね。うん、スズステでさ、スリムクラブさんと一緒に新校にスリムクラブさんが来てくれた時に、ね、そうそう、一発目でなんか相方にあの絵の悩みみたいなやつで、で俺が、まあ、まあ本当に別に本当に悩みみたいな感じでさ、お客さんにあの中野ガルティンのお尻が大きすぎるって言ったらさ、ダクーンって受けてさ。そんなわけじゃないよ。大爆発、大爆発、大爆笑、ファンぐらい、よくぞ言ってくれた。うわー、なんかアメリカのスタンダップコメディみたいなお客さんみたいでさ、うーみたいなさ、よく言ってくれたそのことをみたいな、政府に噛みついたみたいな。そりゃうわー、それそれ、なんで押し殺してたんだよみんな、僕のお尻がでかいことを自覚しながらも。お尻だけにみたいなこと言うなよ、もうふーみたいになってさ。お尻殺したって言ってないよ。でスリムクラブさんもさ、え、最初はさ、そのさ、あの真正面からだけ見てるから、まあ、僕は気合戦術を極めてるからね。そんなみたいなさ、あの感じで言ったけど、俺がもう後ろ振り向かせてバッてお尻出したら、でかい、ふーってなってたもん。いや、そんなになってない。よく見せてくれた。ふーってなってたもんな。ふーは言わない。スリムクラブさん。スリムクラブさんは。ハマりすぎてさ。で、それが1本目でしょ。で、2本目の、もうすぐ、2本目も企画一緒だったんだけど、
もう中野が出てきた瞬間、もう前田さんが中野をクルッて向かしてお尻バッて出して、お尻がでかすぎるんですよこの子って言って、でまた客席ドカーン、ドカーンドカーン、よくぞ言ってくれた大スタンディングオベーション、そんな儲けたすごかった、そんな儲けてない、でもハマりすぎてさ、内間さんがインスタグラムでさストーリーでナイチンゲールダンスっていうコンビネタは見てないけど面白かった、いやそれは言ってくれましたよすごい面白いって言ってくれましたね、いやでもあれマジ嬉しかった、別にお尻が褒められただけなんだあれお尻が褒められたんだ、お尻が褒められたんだでなんかインスタフォローしてくれてさ、で次の日さ、あの俺たち最近インスタライブでさ、インスタライブバトルみたいなやってんじゃん、あ大喜利バトルやってんのね、ああ、はい、昼間のわけわからん時間にやってたんだけどさ、なんか お題が、ね、こんな、何々は嫌だみたいな感じだったのに、なんかポッとコメント欄にお尻が大きすぎるみたいなの来て、なんしょうもねえ回答だなとか思いながら、たまにいんのよあの参加してくれるやつ、しょうもねえな、触れなかったんだけど、ずっとなんかね、お尻が大きすぎるとか、なんかお尻がどうみたいなので押してくるやつがいて、なんだよこいつと思ったら、スリムクリームの内間さんだよ、あれ内間さんじゃんって思って参加してくれてるそうそうそう内間さんだったらちょっと話変わってくるわと思ってそういうことでお尻を知ってたのねっていうなるほどねと思って内間さん何やってんですかみたいな感じになってあ、よかった、ね、内間さんあれ、よかったね、面白かったですね、なんか楽しかった、俺がね、内間さんのことで知ってるのはね、内間さんのファミラジがかっこよすぎるっていう感じなんだけど、ファミラジって今ファミリーマートで吉本芸人がよく深夜にラジオ流してるんだけど、はい、なんかさあ、というわけで、この曲聴いてもらいました、皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、また店内のものをいろいろ見てもらえれば幸いでございます、以上スリムクラブの内間でしたっていう、なんか本当に FM ラジオみたいなさ喋り口調でやってんの、でかっこいい内間さんかいと思ったのさ、ああって思ったんですよっていうのをその大喜利のインスタライブで言ったらさ、うん、言いましたね、なんかハマってくれてそうなんだよみたいな感じに、まあ、なったのかな、でその次のお題が、こんな、目障りな音が流れてるならセミが爆音で流れてる方がいいみたいなお題だったの、ああそれやりましたね、そう俺たちが答えてたら内間さんがコメントで、ファミラジってコメントして絶対言うなよと思ってあ今は聞けないんですか、あれなんか的に変わりますもんね、毎月変わってるから、もう8月になったでしょ、多分7月だったと思う、なるほどね、うん、あ今も聞けないのか、めっちゃかっこいいの内間さんのファミラジ、あ次いつ聞けるか分かんないですもんね、そうね、結構芸人いっぱいいますもんね、結構芸人さんいろいろ吉本でやってるから、優先やってるからね、そうなのよ、あそうか、じゃファミマでバイトしてるやつとかは知ってるかもしれない、知ってると思う、芸人とかそうそうそう、内間さんのかっこよさ、そうそうそう、かっこいい、いい声で言うのよ、そうですね、いいな、お尻はまりすぎ事件ね、もうお尻がはまりすぎだからな、なんであんなお前のお尻受けるの、トイレにはまるみたいな話してます、いやそんな お前のお尻漫談に付き合ってる場合じゃないんだけどそれはさありますよね、外国とかでね、いやいや警察が来ちゃってね、お尻で広げんなよ、受けませんって言って、だからお尻漫談始めんだよ、お尻をさ、どんどん最近ネタでネタでは言ってないわ、平場でさいじってたらさ、うん、なんかみんな笑顔になるの、なんかなんだろう、あれなんなん、いやだほんとクレヨンしんちゃん見てみんな笑うのと同じ同じ下品だけど、うん、やっぱ誰もこう幸せ、全員幸せにできますか、お尻って、お尻ってな、そうだってハート型だもん、お尻って、あーまずね、かそうか、そう、うんうん、で2つあるからその喧嘩にならない、偶数だから、ああ分け合える、そう分け合える、うん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 、やっぱ3人、あ2人とかで居酒屋行ってこう唐揚げ5個とか来ると、うん、ちょっとなんか揉めはしないですけど最後の1個誰が食べるんだみたいになるじゃないですか、ならないよ、太ってるお前だけだろ、え、なるよね、ちょっとね誰でもいいよそんなの、その点やっぱお尻は、うん、偶数だから、うんうん、その分け合い4人で来ても、うん、その2-2で分けれるし、ちょっと俺の中ではさ、お尻11しかないイメージだったんだけどさ、22にできるの、2人2人で1つ、え、ごめん、食卓に1個のお尻が今出た状況だよね、うん、そうだよね、トリキー家族で、そうそうそう、お尻頼んだら、お尻1個頼んだらお尻がこう2個ずつ1個1個できて、22の合コンね、で4人いるんだよね、そう4人いる、でその11のお尻をさ22で分けるってどういう状況どうしてカットして、まず半分に割るでしょ、うん、でなんかその合コンだからそのちょっといい感じの男女2人ずつでこう一緒に食べる、え、それお尻はまず誰が頼んだの、お尻っすか、女子、お尻はでも
女子じゃないですか、やっぱり。まあ、女子が飲むのか、その最近。なんかこんなあるよ。コラーゲンとか言って。そうそうそう、豚足みたいなのね。あ、豚足みたいなノリで頼んだんだ。そう、肌プルプルになるらしいよ。プルプルになるらしいよみたいなね。うん、で頼んで、だからお尻だ。そう。で、やっぱ取り分けるのは一応やっぱ女子力の見せ所だからさ。まあね。うん。ね、カットするのなんか女子がしてくれる時あるじゃん、よく。真ん中簡単だよ。うん。そう。真ん中にカットするのは簡単だ。そう、簡単。そっからだよな、お尻を4等分しなきゃいけない。まあそうね、うん、でもなんか形同じだからちょっと実際見ないと分かんない。ちょっと立ってしてみて。え、じゃあちょっと注文してくださいよ。うん、いやー本当になんかまず自己紹介もなんだし、あれか、一回飯に頼もうか先にね。はい、うん、じゃあさ、生行く人、はい、生。じゃあ生。生読んで。生読んで。あ、じゃあ一旦飲み物だけ持ってきますね。すいません。はい。すいません。飯ももう先にいいですか。あ、飯もそっか。早く来るやつがいいんですけど。はい。早く来るやつだと何だろう。早く来るチャンジャーとか。チャンジャー、じゃあチャンジャー一つと。チャンジャー一つで大丈夫。チャンジャー二つで、すいません。あ、二つ。チャンジャー二つでお願いします。あと枝豆とか。枝豆でも落としがあるからそんないらない。あ、そうか。枝豆大丈夫です。あとお尻も早いですね。じゃあお尻一つください。一つで大丈夫。4人いるけど、あ、結構でかいんで、お尻一つで大丈夫。でもちゃんじゃ2つだったんで、4人でお尻1でいい。ちゃんじゃ2つですか。お尻1で大丈夫。お尻1でいいかって聞いてんだけど。お尻1でいいかって聞いてんだけど。すいません、なんか1でいいですか。結構大きいです、お尻1でいいのか。1でいいの。1でいいのかって聞いてんだけど。いや、こんな雰囲気になるなら頼みたくねえよ、別にお尻ぐらい。おい、ちょっとちゃんじゃ2だけで。ちゃんじゃ2だけで、はい、すいません。何やお前。あ、お待たせしました。生4、はい、あ、生、はい、ちゃんじゃ持てや、お前が、おい後輩だろうが、てめえ、おい。すいません。こっちもあります。ちゃんじゃ2だけです。はい、結構お尻、今日仕入れてますね。おすすめお尻ですね。はい。あ、お尻ですか。そうっすね。じゃあ、お尻一つ。お尻頼めよ、すぐ早く頼めお尻わからんわ、マジで。もうこいつらお尻頼む方で行くのか頼まない方で行くのか分かんないし、なんえ、ギリギリまでプレ出した、プレ出した、分かんなかった。あ、お尻来た、お尻来た、お尻来たよ。お尻来たから。ああ、はい、じゃあ鉄板熱いんでお気をつけください。あれ、1ですか。1っすね。すいません、店員さんそこあの机なんで。あ、店員え、店員さん、あ、じゃあ、はい、すみません、こちらお尻です。あ、これ店員さんのお尻ってことですか。いや、こちらあの当店の料理、フードのお尻です。フード料理、はい、お尻一つしか来てないんですけど。これ結構大きいんで、4人であれば、うん、4人で食える、4人で食えるかって聞いてんだよ、おい。まあ、4人で食べれると思います。あ、お前綺麗や、お前の、おい。まあまあ、まあ今お尻が喋ってます、店員さん。あ、今お尻が喋ってます。あ、お尻喋るんですね。今お尻喋ってます。お前が綺麗や、早く。あ、僕切りますよ、全然。いや、お尻がお尻切ってるわけわかんないでしょ。すいません。お前が切れや、早く。女の子もお前ドン引きしてんじゃん、お前。あ、男こう座ってたんだ。男に切れ。何のぐちぐち言ってんだお前。何突っ込んでたんだお前。え、ちょっと何お前、お尻がお前、何男がこう座ってんだとか言ってんだお前は。いや、なんか合コンの最初らへんの雰囲気だったんで、もちろんこう座ってて、
女子にキレてるのかなって思って何ペラペラ喋ってんだお尻がてめえこれはお前そうやってたんだよ何ツッコミみたいなことしてんだお尻はお前お尻も突っ込みますよお尻なのにいや誰が突っ込まれる側だよ面白いなこのお尻はいやもうごめん楽しくやろうよちょっとごめん忘れたわ飲み会だからさ楽しくやろうやうん切ろう切ろう今2個2個あるけど4人分だからもう半分切らないとなこれうん誰が切るそれがやりたかったんだろうこれ誰が切るのあすいませんナイフ持ってきていいですかもらっていいですかあ、わかりました。はい。いや、なんか悪かったな。なんか変な雰囲気にして、はい。お尻が出してんじゃん、今。あ、はい、お尻が取りに来ました、ね、いや、店員とお尻で今別れてたんじゃないのお尻が取りに行ったあ、もう店員は帰りましたよ、なんか。店員はその、取り分けろやとかのところで帰りました。あ、そうなんですか。はい。ちょっとお尻カット。え、どうやって切るんだろう、これ。どうやって切るんですか、これ。まあ。まあ、こうが多いですね。あ、そっちなんだ。あんまそっちのイメージなかったな。ここで最初お筋が入ってるんで、うん、筋がこう通ってるんですよ。あ、切りやすいんだそっちの方が。まあだからこう切った方がその、うん、噛み切りやすくはなるんですけど。ああ、そうね。筋繊維がね。はい、筋を切って、まあこっち切りやすいっすね。あ、そうかそうか。でそんなに多分繊維もないんで、まあこれ切りやすいかな。これでもあの一回なんか。パーンってやった方がいいですかね。パーン。パーンって何ですか。あっち見てたやつです。パーンって何ですか。一回お尻ってやっぱパーンってやっといた方がいいですかね。いやパーン多分しない方がいいですね。なんか身が引き締まったりとか、肉も一回叩いておいた方が。みたいな。それ調理する前の段階なんで、もう味ついてるんで、パンとかはしないでください。なんか平べったいものとかあれば。パンしないでください。ちょっと。あ、キングダムの最新。早く切ってマジで。キングダムの最新刊あるんですけど。キングダムの最新刊でパンしないでください。あとなんでキングダム買ったの恥ずかしいんだよ。カバーつけんなってキングダムに。いやもう終わり終わり。いやちょっと終わりだよ。お尻切るとこまでやらせてや。クソすぎるだろさっきからずっと。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。クソすぎるってそれ何？お尻。いやクソ出すところだけど。なんでそんなお尻漫談仕上げてきてんの今日。え、キレキレじゃんお尻。いやもうほんと亀裂ができちゃうから、割れ目ができちゃう。それ人間関係だけにってこと。お尻だけにだろ。あ、お尻だけにってことか。なんで地獄だったわ。お尻地獄。え、地獄だけに。は地獄だけに。地獄って言ってんの。あ、飛んだね。いや、そんな感じ。やっぱさ、お尻がすごいのよ。飛んだねって何。トリップしたってこと。いや、飛んだお尻界でしたけど。あー、飛んだお尻界ね。うん、お尻界でしたけど、カットしちゃったわ今。危なかった。あのまま続けてたの大変なことになるのかった。そうね。こんな感じさ、やっぱお尻がすごいんだよね、今ね。お尻が来てる。うん、来てる。なんか、新衣装なってたもんな。あ、僕衣装変えましたよ、今週ね。うん、あれ、どうだったテスト見た。あの、水色の。水色。はい、はい。そう、青。黄色いネクタイの。うん、どうだったテスト的には。あ、でも、うん、まあ、思ったのとは違いましたね。あ、そういうこと、どういうこと、どう思った。なんかあの、先週ですか、あの、うん、ちょっといいとこ行って買ったみたいな。あ、そうだね。あ、そう、先週かな。先々週かな。先々週かな。だからなんかもっとこう、シックな感じの。ああ、伊勢丹で買ったって言ったからね。はいはい、イメージだったんですけど。違う。あれはもうイタリアからやってきた青いジャケット。どういう嘘。あれはもうイタリアからやってきたジャケット。伊勢丹で買ったんじゃないのあれ。いやでもイタリアのやつですよ、本当に。ああ。そうそう、そういうこと、そういうこと。それが伊勢丹に来てたんだ。うん。なんか伊勢丹、イタリアの風に吹かれて飛んできたみたいな。あ、違う違う。それこれキャッチしてあげて。バーってやったんじゃないの、シンクジェシカさんの洗剤みたいに。違う違う。あ、違うの。
そうね、なるほどね、もっとなんかポップだった。あでもまあなんかあんぐらいの方が可愛らしくて吉本芸人っぽくなったね。あ、そうっすか。見て思ったけど、な、それありますね。吉本芸人っぽいなと思った。キョンさんの匂いがしたもんだってあれ。あーなるほどね、うん、確かにキョンさんとかああいう明るい色着てるか。うんうんうん、中野キョンだったもん。え B 型の右利きの A 型ねAB 型の左利きキョンですがあって、うんまあ、A 型の右利き、うん、あいいじゃん。そう AB 型の左利きキョンでーすがキョンさん。そうお前は A 型の右利きナガルティンでーす。いっぱいいるから A 型の右利きなんてさ。 AB 型の左利き俺も A 型の右利きだもん。なんでなんでお前 A 型の右利きなんだよ。お前 A 型の右利きって言うなよ人と違うみたいな感じ出しながらずっと。なんで右利きの A 型なんだよ。お前って言うなよそんなに傷つくなよ。 A 型の右利きだな、そんなに傷つくのも。お前って言うなよ俺のこと年上なのに。もう縛られてるな、なんか社会のルールに。 A 型の右利きだわ。年上なのにさ、年功序列 A 型の右利き8丁目 A 型年上なのにさ。 A 型あ、右腕の方が上に来てる。右利き、あ、ね、腕組んだ時ね。 A 型の右利きだな。いやなんか旅行行きたいな、パリとか。え、 B 型だなB 型なのこれ。 B 型だな。うん、でもなんか筋トレとか始めたけど最近腕がもうバキバキだな。 B 型だな。いやこれなんか B 型のやつってやっぱなんか B 型のやつってなんか自己中そうでやだな。 A 型だなもういいって。 A 型って言いそうだよそんなこと、うん、言う。何の話だっけ。あ、吉本芸人っぽくなったよね。なんかすごいポップになった気するわ。あれの方がいいと思うよ。ありがとうございます。なんかね、コメント欄にも来てたけど、なんかのび太くんとドラえもんのハーフみたいですねって言われてた。そんなコメント欄に来てたんですか。うん、あ、まあ確かにね、色ドラえもんですしね。色ドラえもんで顔のび太くんだからさ。顔のび太くんか。で、お尻がクレヨンしんちゃんだからさ。あ、すごい。もう最強の金曜じゃん。あの頃の風呂上がり。サングラスかけよっかな。サングラスタモさんまでいけるし。あ、M ステまで。M ステまで。ブリブリザイモンかと思ったわ。ブリブリザイモンサングラスかけてないだろ。あれかけてなかったっけ。かけてない。あ、かけてねえか。かけてない。黒いそはかけてるけどね。黒いそ愛ちゃんの執事、黒い磯。なんだ、イテウォンクラスのあの闇落ちした磯かと思ったわ。違う違うあ、違うの。違う、そんなアナザーストーリーなかったでしょ一時期でも闇落ちそうになってる時あったか。その時黒い磯だったから、うんうん、じゃあ黒い磯愛ちゃんのイテウォンクラスの話俺ら結局しなかったな、ラジオで。だって僕ら自粛中一回もラジオ撮ってないですもん。いやでもさ、自粛かけてすぐならできたじゃん、まだギリ。まあ確かにね。結局俺らあんだけイテウォンクラスでさ、あの身内で盛り上がってたのにさ、うん、ラジオで話さないのに、ラジオやってるやつとしていたんだよな。いたオンクラス。おいお前面白いこと言うなよ、それで。ヤスさん結構ハマってましたもんね。おいおいお前話広げる機会、それで。いやちょ聞いたのよ。あ、俺が聞いたの。聞いたの。俺が聞かれてたのか。そうそうそう、ハマってましたよねヤスさん。なんかツイートとかもしてましたよね。ツイートしちゃうね、それで。ああ、もともと僕がヤスさんに教えましたしね、イテウォンクラスね、うん、恥ずかしながらね、うんうんうん、俺がもうほんと俺も毎回さ、はい、そういうのはさ、動画とかも毎回見るのめんどくせえからさ、いや見ねえよとかね、はい、言ってたもんね、うん、そうそうそう、見ねえって言ってた、うん、それでどっちがボール持ってんの今何どういう戦法で攻めていくのなんか隠し玉戦法バレた俺のすごい。翼くんと美咲くんのさ、パス回しみたいな。見えなかった。どっちが持ってるか。今中野が話回してるように見せかけて、俺がそれでって返すことによって、俺があれ回してんのかって見せる。やばい。翼美咲トークね。翼美咲トーク。ガの強い MC が2人集まった時面白くならねえ。翼美咲トークになっちゃう。ゴールデンコンビニ翼美咲トーク。イテオンクラスね。イテオンクラス話すんの今。それで
イテオンクラスね。イテオンクラス誰が一番好きでした？俺はね、まあやっぱスワかな。あ、ちょっとドリブルし始めたの。なんだかんだスワじゃない。まあそうですね、俺ね、ずっと言ってるんだけど、うん、スワが好きかイソが好きかで、うん、そいつの顔面偏差値っていうか自分にどれだけ自信があるかが分かんないの、うん、やっぱ自分に自信あるやつ、男でも女でもやっぱりスワっていう。僕もスワの方が好きです。じゃあこの理論は破綻する。なんでだよ。お前何自信だけあんだよ。自信、その理論知らないですけど、うん、普通に顔がタイプ。ああ、それでパス回ってきた。急に回すからな、お前。いや、なんかだってやっぱ、うん、その顔がタイプ、顔がタイプだし、うん、結局最後あの好きになったのも、こう、いそのことをね、うん、僕はなんかやっぱそのあんまがっつり恋愛には見えないじゃないですか、あれ、うんうん、がっつり恋愛で好きになっちゃったんじゃないないなってちょっと思っちゃったんで、うん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 、そうだから本当に女子として、うんうん、女子としてはスワの方が可愛いっすね。いや、お前女子じゃねえからさ。言わせんのよ、こんな浜川さん以外でさ、女子、お前女子じゃねえだろって言わせる。言葉の使い方間違えちゃいましたけど、そのなんか異性として、はい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 、はなんかそうっすよね。なるほどね。それで、あ、まだいけんのか僕。まあ磯もね、うんうん、いいですけど、うんうんうん、でもまあこうガンガン来られるの僕あんま好きじゃないんで、うん、そうなんかすごいいるじゃないですか結構、うん、ああいうキャラってどの作品にも、うん、やっぱり自分で追いかけたいタイプなんだ好きな子は。そうですね、だからその作品として見る時もその、うんうん、ガンガン来る人となんか付き合う、でも逆ガンガン来る人と付き合うのって少なくないですか、うんうん、それで少なくないですか。それでゴール前よ多分もうそろそろなんかトークの時間的には。え、なんか何て言った質問もう一回。いやだから、うん、なんか結構ラブコメで、うんうんうん、あの何人もそのヒロインいるやつとかあるじゃないですか、うんうんうん、ガンガン来るタイプの人と結局結ばれるのってあんまないですよ、まあ、イテオンクラス2択でしたけど、うんうんうん、だからなんかそのそれ慣れてないだけかもしれないですけど、うんうんうん、あ、そのまま付き合うんだって僕は思ったんですよね。それで、うん、それで、でも普通はそうだもんな。まあすごい面白い作品でした。バーン、ゴール、それで終わろう。もうそれで、お、なんだこいつ仲間じゃなかったのかよ。それでそれでからのってやつが嫌がられた時期あるけど、それと同じだからね。ああ、なるほどね。それでもう、ああ、それで、出て出て、今何分経ったのこれ。あ、30分経った。まあ、いや別にね、あの話すこともいっぱいあるからな。いや、そうよ。なんかコーナーとか別にまだ行かなくていいでしょ。まだ行かなくていいだろ。今行ったらあと1時間コーナーしないといけない。いや、そうだよ。3分の2コーナーになっちゃうからな。うん、それ違うもん。そう、違うよ、うん、最近あった話を、最近あった話なんてずっとしてるけどな。そう、ヤスさん、あれ読んでました？アクタージュ。あーね、俺かそのラジオで話さなかったっけ、あの小判地に住んでる時に、あ、そうか、はいはい、かやさんがあの住民住んでるやつ全員にかますためだけにアクタージュの最新刊だけ置いてて俺はこの、ね、かやさんは多分俺の演技力、この演技をこう重視してるんだぞっていうのを見せるためだけにアクタージュの最新刊だけ買ってたっていうので置いてあって、それで見た。ああ、なるほどね、うん、でアクタージュの作者捕まったじゃないですか。ああ、未成年インコだね。そう、僕最近アクタージュ全部読んだんですよ、漫画の分だけ。ああ、そうなの。めっちゃ楽しかったのに、うん、もうやらないんすかね。お前なんか漫画読んでて感想楽しいとかなんだな、なんか変だな。なんだろうな、飯食っててさ、はい、あの感想がなんだろうな、うん、嬉しいとかいうやつみたいだな。あ、そうっすか、漫画、うん、楽しい気分にさせてくれてたのに。いや、飯食っててさ、いや嬉しい嬉しいって言いながら食ってるやつみたいな。そういう時もあります。いや、いや、それだよ、だから変だっつってんだよ、だそういう時もありますよ。だから変だって思う。嬉しいな、この料理食べる。まず美味しいだろ、まず美味しいもあります。アクタージュもまず面白いだろ。面白いもあります。いや、ちょっとずれてるから、お前ね、それ歌歌っててさ、はい、あ、まあ、なんだろうな、まあ、気持ちいいが一番最初かな。いい歌が最初だけど、うん、なんだろうな、いい、うん、気持ちいいって言っちゃうみたいなもんかな。ああ、それもありますわ。だからちょっと違うんだよ、うん、
え、ちょ、認めてたら俺一生ドリブルしちゃうからさ。例えこの辺はなんか、うん、涼しいですね。涼しい合ってないけど、この辺は涼しいの。いや、それだから、それ間違ったら、クーラーを浴びてて涼しいなら分かるけどね、うん、部屋で涼しいとは一気にならない。で、アクタージュが何よ。いや、そうだから普通にすごい残念だなって思って。まあそうね、でもあの原作と作が違うんだよね、アクタージュってね。そうだから原作の人が捕まっちゃったんですよね。なるほどね。そう、じゃあもうあとは作が内容考えるしかないのか。内容考えるしかないよ。あ、そうか。それは大変、確かにな。そう、デスノートとかもやっぱ原作と作が違ってたけど、うん、そっちの方がやっぱダントツで綺麗だもんな。いや、そうっすよね。うん、アイシールド21もね。あ、そうなの。そうそうそう、それ知らんかったわ。あのワンパンマンも今展開してますし。あ、ワンパンマンとかもそうか。そう、そっちの方がいいやな、分業だよね、もう今どんどん。まあそうっすよ、だから逆に言うと、うん、そうなってくるとやっぱ一人で描いてる人たちもすごいってなりますけど、ね、それはすごいよな、うん、ワンピースとかマジですごいしね。ワンピースはすごいな、ワンピースマジおもろい。まあかん、まあ、それもあるけどやっぱ芸人とかも結局自分でネタ書いて自分でやってて結構変だよな。あ、だ、例えば俳優さんとかで自分で別に台本書かないじゃん。まあそうっすね、確かに。まあたまにプロデュースとかでさ、自分の劇団とかでやる人いるけどさ、うん、芸人って自分で書いてほとんどは自分で演じるじゃん。そうね。で、なぜか売れ出したら他人に書いてもらうじゃん。もうパターンもありますね。忙しいからっつって、うん、で昔は漫才作家みたいな人がやってましたもんね、うん、で、ただ昔歌手も、うん、あの作曲家とかがいて、うん、今違うっけ。今もうシンガーソングライターめっちゃ多いじゃないですか。あ、シンガーソングライターってそういうことか。そういうことですよ、うん、でじゃあ俺たちもなんか、なんだろうな、シンガーソングライターみたいな感じで言ってもいいんだもんな、芸人なんか。そうですよ、シンガーソングは、うん、だからソングをシングもするし、うん、ライトもするっていう。ライトもするっていうんだもんな。俺たちは、コメディ、いや、ファニー。シンガーは多分、ま、あったんですよ、もともと。人に作ってもらってた時から。じゃあ俺たちはコメダ。漫才師はある。コメダーか。コメダーはコーヒー屋。え、ちょっと、これだってシンガー、歌手じゃないでしょ、シンガーでしょ。シンガーは多分あったでしょ、言葉って。俺たち何なの、コメディアン。コメディアンかな、コメディアンか、お笑い芸人。だからコメディアンナー。それでもあれだ、中村アンのコメディだもんな、それな。コメディアンナー、うん。まあそれ、コメディアンマンは、あ、かりゆし58が、あの、面白い歌出しすぎた話か、うん、コメディアンマーか。コメディアンサーは、コメディアンサーは、あの、ミノモンタが最後のファイナルアンサーで、あの、全部答え言っちゃった時の。あ、そうか。ファイナルアンサー、これ、間違ってますけどって言っちゃった時のやつ。コメディアンディは、コメディアンディは、あの、メンディが。メンディメンディが自己紹介間違えた時の。トイストーリーとかじゃなくてメンディ。いや、俺、そっちあんま見てないわ。あ、そっか、うん。危なかった。アンディモリの方に行っちゃいそうだったし、俺。アンディモリでもよかったよ、別に。いや、コメディメンディだからさ。だから、シンガーはあったから、うん、お芸人はあって、でシンガーソングだから、ソング部分はネタじゃないですか。だから芸人ネタ、でライターだから、芸人ネタ考え、芸人ネタ作家、芸人ネタ作家。いや、まあまあ、なんか僕らは芸人ネタ作家。なんかそれしっくりこないな。全然そのテトリス噛み合ってる気がしないわ。テトリスなのかこれって。例えようとしたの。お前、例えってこと知らない？ちょっと待って。いや、今の例えたってこと誰でも分かるだろ、お前。いや、例えたってことは分かったんですけど、うんうん、テトリスかってこう思って。言葉のテトリスはめていくことでしょ。ああ、なるほどね、うん、消すってこと、ね、そうそうそう。ちょっと突っかかってくんな、お前。それでバッバッ何バッバカなってことですか。バカなって言うとしたの。いや、お前、ちょまみたいなことやったのに、ね、今ね。バカなって、あんまやんないよ。ちょまみたいなこと、バカなでやるやつ、お前。ちょまって何でしたっけ。いや、ちょまんすだよ、お前。あ、いや、知らないから、チャランバーさん。ちょまんす、何かと思った。違うよ、お前。ちょまってあんじゃん。ちょおまみたいなのあんじゃん。はいはい。あれあれあれ。あ、あ、それか。そうそうそう。ちょおまね。ちょま。え、それ何の話だっけ。アクタージュの話。ああ、そう、シンガーソングライターの話。ああ、だからコメディスピーカー違う。ああ、なるほどね。笑う、なんだ、なんて言うんだろうな。
そんなんねえからずっと芸人は芸人って言ってるのかもしれないしな。芸人が一番かっこいいし。あ、お笑いたんか。お笑いルポライター。お笑いルポライターじゃない。お笑いルポライターじゃない。お笑いルポライターとお笑いターもちょっとなんか違うしな。じゃあお笑いターか。お笑いターってシンガーソングライターみたいな意味で使ってたんだあれ。ユイか。じゃああれってあいつって。ラリー東田さん。ラリー東田さんってユイか。あ、ラリー東田さんユイか。うん、指先で送る君へのメッセージってことだったのか。あのツイッターでいろいろ書いてるのは。あ、チェリーの歌詞みたいな。チェリーの歌詞みたいにさ。指先で書いて。そうそうそう。チェリーもさ、てんてんてんが入ってるチェリー。うん、なんでてんてんてんってたんだろうな。あれ。なんじゃっけ。なんか意味あったの。いや、確かなんか意味あったあれ。ああ。ユイのチェリーの。うん、チェリーの頭文字、あ、アルファベットに、うん。あったあった。ドットが入ってる、なんか意味あったんだよね。あ、なんだっけ。チェリー多分あの、うん、フェイフェイのフェイみたいな意味ではないんだよ。ちょっとさ、どんどん知らない人の名前出さないで。フェイのフェイ、なんでフェイか知ってる？知らないっす。 F まずあれね、ディズニー芸人のフェイフェイさんね。ディズニー芸人 の、 あ の、 無限あの神保町漫才劇場のお笑い番長フェイフェイさんがいるんですけど、うん、フェイは FEI、うん、Forever Everyday I Love You でフェイらしいの、うん、なんか声変じゃないですか、ちょっと。あ、フェイの話したからね。あ、まあいいや。フォーエバーエブリデイアイラブユー。そう。ごめんね。そう。そう、ね、そ何いや、俺もわからん。声に聞い取られて、ちょっと聞き流しかけたけど。意味わからんぐらい。フォーエバーエブリデイアイラブユー。うん。オーシャンパシフィックピースみたいな。なんか、フォーエバーアイエブリデイ、かぶってるじゃん。永遠に毎日とか。永遠に毎日。いや、エビバディでいいよくないとずっと言ってるんだけど。フォーエバーエビバディアイラブユーの方が、まだ意味わかってるしね。確かに、ね。永遠にみんなを愛してますみたいな。Forever Everyday I Love You ってさ、うん、永遠に毎日愛しますみたいな、うん、いや永遠にでいいからって、うん、あとなんでフェイでもう一回フェイつけるんだよとか。確かにね。Forever Everyday I Love You、うん、Forever Everyday I Love You って2回言ってる、うん、まあそもそもなんでフェイなのかもわかんない。不思議な人です。意味あった。チェリーの意味、うん、初恋、特に甘酸っぱい恋という意味合いを強調するためらしいですよ。え、どういうこと？ん、どういうこと？ドットの意味。ドット、そのチェリーって表記の意味はチェドット、うん、R ドットリ CHE ドット、e、ドット R, R ドットドット RY RY ん、で、どうなってるの？モンキー D ルフィみたいなこと。どういうこと？は、その甘酸っぱい恋という意味を強調するためらしいですよ。 R を強調させてるってことですかね。なんで R だけ浮き出てるから。あ、そういうこと。なんだ、どういう意味わかんない。ちょっとこれっていう感じじゃなかった。そうね。いや、なんかそんな感じだったんだ、ね、なんか聞いたことあるような気がしますけどね。チェリーの意味な、うん、今だって俺その話をなんか一回ネタでやってからだっけ。全然今知らんかったな。チェリードット入ってるね、知らんかったわ。ユイのチェリーにドット入ってること。ネタでやりましたっけ。ネタで一回入れたの。マジ覚えてない。覚えてないでしょ。すぐ消したから、ハマんなくて。ああ、やつは勝手に言ってたってことですよね。それもう今はもうそうなんだよね。意外と、もうね、見てる人たち20とかね、前半だからさ、うん、意外と話合わなかった時あるよね。ああ、リスモとかも知らないですかね、じゃあ。もうリスも知らないと思うよ、だから。リスも知らないか。こんな話じゃないだろ、アクタージュだろ。アクタージュの話もでもあんま皆さんも読んでないっすよ。薬が一番人に迷惑かけないし。もっと、いや、もっとポップなのがいいんだよな。ポップなのがいい。なんだろうな。ポップな犯罪。もう 笑えるやつ。ああ、うん、人に迷惑かけず。そう、ただただ面白いだけの犯罪ないかな。それ犯罪あるかな。でも万引きとかってね、ちょっと迷惑かけますか。迷惑かけるからね、うん、ああ、嫌なのダサいじゃん、万引きで捕まろう。詐欺もね。うん、詐欺はやる。人に嘘つくわけでしょ。うん、まあそうね。あれなんかさ、とんでもない速度でさ、はい、移動したら犯罪じゃない。多分犯罪じゃないっす。え、そう、人間で、人間のままっすよね。人間のまま車乗ってたら犯罪っすよ、とんでもない。あ、車乗らない。人間のままなんかでっかいパチンコみたいなのにビューンって飛ばされてさ、はい、シューってさ、どっか行ったら犯罪にならない。それ何かに当たります。何も使わない。電柱とか早いって言うだけ。人とか何も使わない。早い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 速
早いで、うん、日本から出て国境越えます、うん、いや越えない越えない。ギリ海、海に落ちる。日本海に落ちる。海に落ちる。海に落ちる。でもその海も入っていい領海。でもすごい速度だよ。捕まらないよ。多分捕まんないよそれ。だすごい速度だよ。ブレーシャーフーンっていうやつよ。早くて怒られた人見たことない。あんまり。弁当ぐらい。弁当食うの早弁は怒られるけど。あ、うん、早弁とかで捕まるかじゃん。早弁は捕まらない。捕まらねえのかそもそも。迷惑かけてないし。迷惑かけない犯罪ねえかな。迷惑かけない犯罪ある？すごい高いところから落ちるとかは犯罪？え？でも死なないよ。死なない？うん、誰かにも当たらない？当たらない。うん、じゃあ捕まんないよ。なんで捕まんねえんだよ。うん、じゃあ、うん、家を持ち上げてもう一回戻すってのは犯罪？それ犯罪。おう。でも迷惑かかるからそれは。自分家を。え？自分家を。自分家を。うん。持ち上げて。自分家を思いっきりグッと持ち上げてパーンって上に上げてさ、そのままプッて戻したらさ犯罪。あ、自分家を壊したってことね。壊してない。そのまま。あ、それは犯罪じゃないかなじゃあ。どうやったら捕まれるんだよお前。やっぱ犯罪は人に迷惑をかけないと捕まらないっすね。なんかあるはずだよ。だ、本当薬物。本当薬物するから。薬物は全然違う意味ない。なんかないかな。なんかない。絶対に人に迷惑あるかな。犯罪、痴漢もねダメだしね。あ、まあ、だチンチン出すとかもダメですよ。人に迷惑かかってますから、ね、それダメなんだよね。むずいよな。だから、うん、その一回まずチンチン出して。チンチン出してんじゃん。いや、誰もいないとこで。ああ、誰にも見せずにチンチン出して、うん、で警察行って、僕さっき誰もいいところでチンチン出しました。それいい、僕を逮捕してください。それいいの。いや違う、俺それいいのマジで。それ犯罪になるの？証拠がないじゃんだって。まあ犯罪になんないか。え、じゃあさ写真撮ればいいの？その誰もいないところで、あの写真撮ってチンチン出してるとこを写真撮って出しましたって言えばいい。それ犯罪なの？あ、それ厳密に言うと犯罪かもしれないですね。っていうか普通にその人にチンチンの画像見せてるから。ああ、でもそれ迷惑かけてるもんな。そう、迷惑かけてる。警察官に迷惑かけてる。ダメだー。これさ、完全犯罪よりもさ、うん、完全不完全、完全不犯罪犯罪の方がむずいのかもな。誰にも迷惑かけてないし、誰も傷つけてないのに犯罪になっちゃってるってことですか。なんかむずいかもな。完全犯罪。あれは決闘罪は、決闘罪。それ何それ。決闘すると逮捕されるんですよ。あ、そうなの？はい。なんで？え、決闘は風紀を乱すから。危ねえからってこと？うん。ああ、なるほどね。じゃあ K-1 とかは、あ、スポーツだからいいのか。そう。じゃあもう道で、うん、自分の私有地で、もう完全に周り人を100メートル以上離して、うん、で別に音とかも声とか全く聞こえない状況で、うん、絶対見えない状況で、あ、でも相手にボールかけちゃうのか。まあまあ、それはしょうがないですね、決闘は。ああ、決闘ならいいのか。決闘がダメなのか。決闘しようっつって決闘したらいいのか。そう、それ決闘罪。あれもありますよ、あの準備罪みたいなやつ。何それ何それ。そう、だからもう犯罪を準備してる段階で、あの捕まえれるんですよ。へえ、まあ確かにそれがないとな。そう、それでなんかちょい前にあの個人情報のやつで、その LINE でそういう話してるだけでも捕まるみたいなのあったじゃないですか、一回。ああ、はいはいはい。そのでもそれダセえな、それじゃねえな、なんか決闘罪だな。決闘罪だわ。決闘罪で捕まる、うん、しかも別に殴り合いとかは痛そうだからさ、うん、今に適してないから。もう漫才決闘罪。フリースタイルお笑いバトル。フリースタイルお笑いバトルの決闘バージョン。フリースタイル決闘漫才やりすぎて捕まらない。いやでもマジで相手の本当に、うん、もうダメだなるぐらいボコす。じゃあ、それはボコしたから。お笑いでボコして、お笑いでボコして完膚なきまで。お笑いでボコすのが問題じゃないですよ、厳密に。やっぱ何が問題？決闘をするってことが。決闘って何だ。ずっと言ってるけど、じゃあ決闘って何？怪我したからとかじゃないから。うん、そう、分かる。怪我はもう別の話だから。うん、そう。決闘罪ってじゃあ何？決闘罪はだから決闘とかをする人。決闘って何なんだ。決闘って何？日時を決めて。日時を決めて。そう。決闘ってどういう意味？
血統自体の意味ってことですか？血統の意味調べるしか何どういう意味なの血統って。じゃあそもそも喧嘩と違うんですよ。だってあ確かに血統罪は何じゃ。ああそう血統罪、血統罪はじゃあもうデュエリストなんて全員犯罪者なの。血統を申し込んだ人、申し込まれた人、血統立ち会い人、証人とかも全部関わった人怠慢とかでしょ、あのに全部適用されるらしい。じゃあ遊戯とさ、バクラはさ、あの血統罪で捕まるしさ、それを見てたさ、本田くんもさ、血統罪で捕まるってこと。あれはいいの。アンも、じゃあアンも捕まるよ。アンズね、あれいいの。あれはだって海馬コーポレーションがやってる大会だし、デュエルストキングダムとかね。でもたまに道でとかはたまに道でやってない。道でやってるけどあれでも血統罪だ。あれカードゲームだからいいの。いや犯罪だよ。じゃあ犯罪じゃない。じゃあそれ捕まるよ。デュエリストって。デュエリストで。いやお前今の時代に俺がカードのさ、あのデュエルのやつさ、カードシールドみたいなもんって警察にデュエルしたんで捕まえてくださいなんてさ、捕まんねえだろ。いやそう決闘なんでしょ。でもあなたが言うには。いやだったら相手見つけねえと思う。でもその傷つける行為とかがないとダメらしいですよ。だからもうお笑いで傷つけるしかないんだよな。だから本当にいつかさ決闘罪で俺ら捕まるぞ一回。あの強めのツッコミとかアウトになってる。なるほどね。お笑い決闘でデュエルで、うん、俺がお前に強めにバーンってツッコんで、お前がいてーって言って、お前が俺を訴える。なんで僕も捕まるんだよ、決闘罪だったら。決闘罪なんで僕も捕まるの。そうです、傷害罪で訴えるよ。いや、決闘罪で2人とも捕まる。なんでだよ。あんただけぶち込まれるのよ。頼むよ、2人で入ろうぜ。ナイチンゲールダンス、決闘、お笑い決闘なんですか、俺。いや、マジで。なんなん、その願望、あと。一回マジで捕まる。捕まりたいっていう。じゃないとダメだって。迷惑かけずに捕まりたい。迷惑かけるの違うもん。でも捕まんないと一回。なんかないのかな？募集しよう。まあ、めっちゃ調べれたらあるんじゃないですかね。ちょっとコーナーで募集しようもん、これは。人に迷惑かけずに捕まる方法。次回から募集しよう。親も泣かないし。親も泣かない親も、うん、親、彼女、子供、全員泣かない。全員泣かない。誰にも迷惑かけない。でも捕まってハッピーになれる方法。ハッピーになる。あれですよね、その結局捕まったらその裁判するのとかで迷惑がかかるじゃないですか。あそういうのは入れないってことですね。そういうのは関係ない。だって裁判がお金もらってるし別に。まあでも、ね、仕事だし。そうそうそう、それはちょっと一回次回からメールテーマってことで、うん、そうそう、不完全不あ、完全不完、完全、不犯罪、犯罪。まあ名前はまあ後々、うん、後々今のでじゃないと思う。完全不犯罪、うん、不犯罪ドリーマーみたいな名前にしましょう。みたいなこと。完全感覚ドリーマー。それにしましょう。怒られるよ、そんなやつは。いや、ほんと興味深い話になってきましたからね。確かにな、興味深い話になっちゃったわ。さあ1時間経過したということで、ちょうど、うん、ちょうど1時間でした、びっくりした。あ、そうですか。なあ、じゃあコーナー行きますか。コーナー行くか。何のコーナーがあったんだっけ、うちは。いや、もちもちもちももちのコーナーしかないのよ、今。今、今俺ら、おもちもちもちももちのコーナーしかないの。そう。どんなラジオ。もう今、絶望じゃん、俺たち。もう暗黒期じゃん、ラジオの。あの時、本当ならさ、ラジオのさ、マイクの機材とかも買ってさ、うん、ね、カメラとかもあってさ、うん、パソコンで流してたのに今、うん、スマホでさ、こんな狭いところ、こんな狭いところ、人ん家でさ、俺ん家でもないしさ、でコーナーがおもちもちももちのコーナーしかねえんだろ。そう。どうなってんだよお前。もうその機材の使い方を誰も分かんなくなっちゃった。なんかなぜか。なんでじゃあ照明だけあるんだよお前。照明が一番いらない。ラジオネーム。読んでください。FM 姫で共演した安井はおとなしい関東人だと思っていたら明るい関西人だった。ハガキ職人出身の作家、おもちもちもちももちさん、あなたが見つけたおもちもちもちももちの情報を教えてくださいというコーナーです。ラジオネーム、おもちもちもちももち。もういいよ、本人が送ってくんの。ありがたいけどさ。なんで本人が送ってきてんだよこれに。僕がサスケに出ていました。僕は行くでーと言いながら逆立ちで登場し、5段飛びでつま先が少し水に触れるという一番つまらない失格の食べ方をしていました。僕がってなんだよだからマジでさ。もういやだから1個目としておかしいんだよこんな変化球ね。ネタメールだったら1個目はまずね、うん、お題に沿ったものをいくのが普通なんだよ、うん、まあでももう
そうなっちゃったんだ多分このコーナーは。なんで1個目から僕なんだよ。ラジオネームハッスル。ハッスル、ハッスルかい。ハッスルが送ってきてんじゃん。いや、あのあのってどのあのめあのハッスルどのラジオネームハッスル。先日格闘技の試合を見に行った時に、ハッスルだなこいつ、うん、ごめんごめん、読もう。先日格闘技の試合を見に行った時に、おもちさんを目撃しました。会場にイゴール・ボブ・チャンチン選手の入場ですと鳴り響くと、ボブ・チャンチンの代わりにおもちさんが入場してきてマイクを握り、谷川、なんだっけ、定地、なんだっけこれ、おさじ、どれ、多分なんかそういう格闘技選手がいるんだろう、三の悪ふざけですわガハハハハとおちょけていましたが、無情にも試合開始のゴングが鳴り、ドンフライ選手にフルボッコに遭い、控え室でシャレにならへんやろ、むちゃくちゃやがなと曲がったので泣きながら独り言を言っていました。私の目撃情報は合っていますか。合ってます。合っていますかって何何その最後の一文。このハッスルは面白い匂いがするな。ラジオネーム今日の晩飯カレーとカレー。あ、こいつあれだよ、前回あのちゃんと僕がハガキ職人でやっていく覚悟があるから、うん、お餅も餅三手つけてたやつだよ。一回も言えないんだ、もうもち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 やつさ。言えない言えない、そんな無理や。あれね、そう、さん付けしてた人ね。ラジオネーム今日の晩飯カレーとカレー、はい、街を歩いていたらお餅もちもちももち様を見つけました。もう様って言ってんだよ、こいつも覚悟が、すれ違いざまに、あ、すれ違いざまはすれ違いざまか、すれ違いざまに、すれ違いっていうラジオすれ違いざま、ハガキ職人を尊敬してるわけじゃない。ラジオネームすれ違いっていない、大丈夫、いそうだけど。すれ違いざまに一ボケかまされた僕は3日間笑いが止まることはなく、危うく命を落としかけました。今でも生きてるのが不思議です。もうこびすぎだよお前。確かにすれ違いっていうやつに一ボケかまされた可能性もありますよね。すれ違いざまに、うん、確かにこれどっち、一ボケかまされたね。だって街を歩いてたら、うん、もち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 様を見つけました、うん、で、すれ違い様に一ボケかまされた僕は、これどっちにかまされたんだろうな。うん、確かに今日の晩飯カレーとカレーだけど、これどっちだったの結局、カレーとカレーなのか。あとそこも気になるしね。気になるし、うん、いろいろ気になるな。いろいろ気になる。また送ってきてほしい。また送、あ、住所送ってきてください。確かに住所ないけど。あのステッカーとか送りたいんだよ。いいのよ。あ、なんか意味わかんないけどさ、はい、あのおもちもちももちにステッカー送ろうぞ。じゃありが、まあありがたいって気持ちあるよ、こんなコーナーにしてくれてね。うん、おもちもちもちももちにステッカー送ります。なんで今何枚余ってるのステッカー。もうね、多分結構5枚とか残り5枚。うん、じゃ1枚送ります。10枚だったら何枚だったんだよ。おもちもちもちももち、僕のポケモンのデータを見つけました。サンダーの空を飛ぶで街を移動し、うん、ミュウツーのイヤイギリで木を切るような手持ちでした。もったいねえな。もったいねえよ。ミュウツーってイヤイギリ覚えたんだっけ。ミュウツーって全部覚えるじゃないですか。あ、そうだ、だからイヤイギリも覚えるわ。明るい関西人だな、そいつ。すぐ辞めるんだろうな、殿堂入りして。じゃあおもちもちももちに、ステッカープレゼントします。なんでそもそもステッカープレゼントするコーナーじゃないからね、これ。1枚プレゼントします。お前なんかあげるもんない。あ、じゃあこのあげるもんって何？おもちもちももちに、あの昨日かさましが置いてったあのマルボロのアイコスを送ります。サイン付きで。いや、タバコ吸わない可能性あるだろう。サイン付きで送ります。サインを書いて、サイン書いて。何？あれやばい。送るの？送るも、あのステッカーなんか入れて。吸いかけだわ。吸いかけ大丈夫。結構入ってる。全然吸い始めたな。どうする？誰に送りたい？じゃあお前は。誰に送りたくないよ。お餅かカレーかハッスルか。あ、この3人3人、まあ、この3人だったらまずはお餅かな。まずお餅。うん、じゃあお餅一曲します。は、じゃあカレーとハッスルどっちの。なんか変なメンタリズム始めたじゃんこいつ。カレーとハッスルどっち。カレーとハッスル、まあ
僕はあんまり格闘技のこと分かんないんで、まあ彼かな。彼、うん、本当に彼で大丈夫ですか。これ送るんでしょ。まあ誰でもいいけどね、うん、彼でいいですよ。今なら1回だけ変えるチャンスがあります。ハッスルかカレーか。いや、カレーって、カレーで、カレーを抜かします。なんで何、どういう意味。ハッスルにステッカーとタバコをプレゼントします。いや、もう変なラジオになっちゃうから今週で一気にえ、なんで変なラジオ。なんか変なコーナーも、犯罪を助長するようなコーナーも始まるしさ犯罪なんて助長してないよお前犯罪助長してないですよ。いや、捕まるんでしょ。待って捕まるけどね、いいやつが出たら。じゃあこれシャッフルで1枚選べよお前が。いいって、もう誰でも選べよお前。誰でもいいよ。誰にステッカー送りたいか、お前1枚選べよ。誰でもいい。どれどれ、誰でも、なんで見せた状態で選ばせるんだよ。右から1、2、3、4、5、1、2、3、4。じゃあ一番右。一番右。じゃあ一回ハッスルは消えます。はい、次。何もいいよ。残り3枚。ハッスルでよかったよ今。残り3枚。じゃあ真ん中。真ん中、おもちもちもちは消えます。おもち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 2枚あんだろ。さあ、おもちかカレー。右、おもちが消えます。晩飯とカレーおめでとうステッカープレゼント。どういうコーナーこれ。メンタリズムのコーナーでしたね。じゃあ、晩飯とカレーにステッカーとこちらの丸ボロプレゼントします。未成年とかじゃないよね。確かにそれあるな。確かにな、全然あるな。年書いてないからなおもち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 だったら確実に未成年じゃないの。でもそれ嘘かもしれないですよ。マジ僕らははめようとしてるかもしれないですよ。捕まりますよ、さこれ送りさえすれば誰も迷惑かかってないですから、ね、正直、うん、ステッカーとこれ送ってるだけだもんな、うん、あ、解決だじゃあ彼らに送って俺捕まるからこれで解決だ。そう、じゃあ次のコラボなしだ。じゃあなしなし、じゃああのコラボなしだ。はめられただけ。ちょっと一回聞こう。じゃあ保留だな、うん、これ彼にこれちょっと彼ちょっと年齢送ってきて、うん、来年年齢とかね、来月だ。タバコ吸えるかどうかだけもいいからね、うん、送ってきて。痛くなかったらね。そうだよ。以上ですか。そう、さあコーナーが全て終わりました。あ、そう、うん、時間が余ってるって。時間が20分余ってるんですけど。あ、なんか喋ることあります。もちろんあります。じゃあ喋ろう、その2人でお互いに多分持ってきてるからそれ喋ればいいのよ。え、お前持ってきたの。え、も、まあ持ってきたっていうか、いや、まあ持ってきたって言って話し始めたくないよな。一応喋るものありますよ。持ってきたって言って話し始めるのやぼだもんな。この前会ったこととかありますよ。聞かせてや。大した話じゃないですけど。全然いいよお前、大した話じゃないものさ。ダイヤモンドに変えるのが俺たち花火職人の仕事だろ。花火職人じゃないよ。なんか変なツッコミしてるやつみたいになっちゃった変なツッコミ間違ってる。僕たちは花火職人じゃないよ。間違ってるよ多分ツッコミ間違ってないよこれで売れようとしてるやつみたいになっちゃったえ、売れようとしてんの。売れようとしてないよ何そのぬるっとしたツッコミ。もういいよ、どうもありがとうございました。もういいよ。振り落としてんだろお前、それやめろよ。振り落としてないよ。やめろよお前なんだよお前もういいよって言って。どうもナイチンゲルダスです、これ返しますね。いや今日ベッピーさんが多いですね。みんなベッピーさん、ベッピーさん、一人飛ばしてベッピーさん。飛ばさない方がいいよまあこれで振り落としてんだろお前。振り落としてないけど、これもういいよ、どうもありがとうございましたって言って、あのその MC の人にどうだったネタやってみてって言われて、第一声、うん、手応えあったよって。ああやめろよさっきのやつだろって言うやつやんだよとりあえず受けるやつね。そう、いや、あのね、この前、うん、あのストレッチーズのカンツさんとね、うちで飲んでたんですよ。え、チューしたんじゃない。チューしてないよチューしてないんだ。チューしてないよ。あ、ごめんごめん。それで、それでなんかまあもう夜になって、まあ、うん、まあ、歩きで帰れるところに住んでるんで。ああそうか、どこだっけ、ロシアだっけ。ロシアじゃないよ。あ、そうか、ロシアじゃないのか。杉並区だよ。杉並区か、うん、新高円寺だっけ。新高円寺だよあんまり言わない方がいいよごめん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 。それで
なんだその謝り方、やめた方がいいよ。はい、話せよ。ボケがつまんねえ。このコンビ。ちょっとボケがつまんないよってちゃんと言って。確かに。ちゃんと言ってよお前。ごめんごめん。それで？いやそれやめた方がいい。ちょっとやめますわ一回。あ一回ね。一回これで売れ落とすのやめますわ。あそうか。そう、それでね、あのちょっと暇になってきて、うんうん、結構ねずっと YouTube とか見てたんですけど2人で。あそうなんだ。なんか暇になったから、うんうん、ちょっとなんか人と喋りたいなってなって。もう人と喋りたい。あの斎藤さんってアプリあるじゃないですか、すげえ昔に流行ったやつ。ああ、あのペッペッペーの。違う違う、トレンディエンジェルの斎藤さんじゃないよ。僕らが中学生ぐらいの時に。あアプリね。ああ、あったあったランダムに人とつながるアプリ。ああ、なんかおばあちゃんがポンポン飛んでいくやつか。いや、それ飛べおばちゃんだよ。おばちゃんシリーズじゃないよ。AI ツッコミ。それそれ多分おばちゃんじゃないや。それをね、 AI ツッコミ漫才ね。なんかね、前も一回、うん、前のモンローズ、モンローズさんの話してないよ。あ、そうか。それでそうか、それでそれで、うん、それでなんかそのアプリはね、久しぶりに、うん、まあ、お互いその中学の頃にはやったこと多分あったんですけど、あのまあその前回も話した通り、うん、なんせやっぱそういうのは怖いと思ってた世代じゃないですか。俺たちはね、うん、そのネットリテラシーしっかりしてますから。そうだから、あの頃は多分本当に一部のクラスのヤバいやつがやってるだけだったんですけど、うんうんうん、今はもう別にあれ本名とかも入れないですし、うんうん、その基本的に危なくないっていうのは分かるんで、うん、その久しぶりやろうみたいな。ああ、そうか。でなんか女子と喋ろうみたいなとこスタートして。そうだな。あれはやっぱ女子と喋るっていうやつじゃないですか。まだ女子って呼んでるの、女子のこと。だから斉藤さんのイメージがその当時から変わってないんで、女子と喋るアプリ。まあそうね。そう、それで各々ちょっとどっちが先に女子と、うん、あの繋がるか勝負しようみたいな感じで、うん、おうおうおう、結構男ばっかやってるもんね、やっぱ斉藤さんはね。いや、そうなんですよ。しかも始めてから気づいたんですけど、で各々まあそのちょっと離れて、うん、斉藤さん始めて、うん、始めてから気づいたんですけど、本当にもう男しかなくて。まあそうだろうな。でその男も全員女と繋がりたいから、基本的にもう繋がらないんですよ、男って出た時点で。え、切っちゃうの？切っちゃう。切っちゃうっていうか、そのまずこの人ですみたいな出てきて、で、うん、電話しますかみたいな選べるんですよ。そんな感じなんだ。その時点でもうその電話しないを選ばれてすぐ切れる。なんなんすか。他に女の子と喋る手段ないの？絶対あるけどね。いや、わかんない。だからもう時間も結構夜遅いんで、うん、結構みんな同じようなノリでやってるかもしれないです。その女の子と喋りてえなみたいな。まあ、もう暇だしやってみるか。これそんな世の中ってさ、男子の供給ばっかり多いっけ。女子も絶対さ、女子って言っちゃったけどさ、喋りたいはずだよな、世の中。まあね。で全然本当に当たらなくて、でだからね、当たるって言ってんじゃん。そんで、あ、たまに女子が、うん、女子って出るんですよ、女って書いてあるやつ、うんうんうん、でそれ男だったりするんですよ普通に。へー。とりあえずもう誰かとはやっぱ男にすると全く当たらないんで、うんうん、誰かとは喋りたいから女子にしてる。おうおうおう。でももう女子にしたら一生女子とは当たらないじゃないですか。そうね。だからもうね、もう女一人もいないんですよ多分。今斉藤さん、今女一人もいない。女一人もいない。男だけが永遠と探し続けてんの。男本当に女子と喋りたくて男でやってるやつか、うん、もう本当とりあえずもう誰かと当たらない分には、うんうんうん、あの話になんねえだろってして、うん、女って設定してる男しかないです。すごいな。なんだその地獄。で本当に男地獄。本当に最悪の時は、うん、もうなんかあっちも誰でもいいのかもしれないですけど、うん、たまに繋がってもう出るとなんかチンチン出てたりするんですよ。そういうね、やばい状態になってて。すごいね斉藤さん今、うんうん、でなんかもう本当とりあえずかける、うん、とりあえずかけるで、うん、なんかねやっと繋がった。やっと繋がったんですよ、ちゃんと喋れて、うんうんうん、でそれ結構なんかね男なんですけど。男かい。うん、いや男かい。男なんですけども。男じゃダメだろ。もういや、いいのよお前ら。もう当初の目的見失ってんじゃん。いや女子と喋りたいんだろお前ら。いやもうね、男でいいやってなったんもう関係ねえ、もう本当に誰かちろと喋りたい。一生そのサイクルなんだろ。ね、で声ちょっと若かったんですよ。いやもう男が若いだけでちょっと喜んでんじゃんお前ら。うん、それで、うん、あの何歳ですかって聞いたら、うん、
中二って三重の中二三重の中二こいつがマジで中二だったんですよ。その中二の中でもマジの中二。どういうこと？いや、そのね、まずだから何してたの今って聞いたら、今夏休みだから友達と泊まりでゲームしてる。中二だね。ゲーム何やってんの？フォートナイト。あ、中二、今そうだ、今の中二。そうか、そうなんだよ。昔の中二はね、スマブラだったけどな、うん、夏休みなんだ、もうそう、うん、でも今年マジ夏休み少ねえから、うん、マジうぜえ。マジうぜえ。でも宿題はワークしかないから楽。ワーク、多分ドリルみたいなやつ、ね、あ、はいはいはい。もうワークがみんな知ってると思って喋るんだな。そうそうそう、中二だから。その中二、うん、で今楽しいでしょ。じゃあやマジ楽しい、やっぱ夏休み楽しいわ。ほんとプールとか行けねえのはあれだけどって言って、うん、で漫画とか好きみたいな。お、俺なんかゲームとか漫画とか好きみたいな雰囲気だったんですよ、うん、漫画好きって言って、うん、漫画好き、うん、何好きって、五等分の花嫁。そう、五等分の花嫁。俺も好きだよ。いや、あれ面白いじゃないですか。で僕も結構好きなんで、あれ面白かったよな。もう終わったし、うん、誰々と結婚するとは思わなかったよなみたいな。言わないでね。言わない、今言わなかった。だから誰々とは思わなかったよなみたいな、うん、あとはみたいな。配給も好きだわみたいな。あ、俺も好き。そう、配給最近めっちゃ熱かったなみたいな、で、その鬼滅の刃とかって僕聞いたら、うん、なんか流行ってるじゃないですか、やっぱり鬼滅の刃、うん、いや、鬼滅の刃は逆にないな。中二だな。めっちゃ中二だな。わかるわかる。わかるじゃないですか、その気持ちも、うん、中二の気持ちは俺わかる。漫画好きだからこそ多分流行ってるやつをちょっと弾くんですよ、うんうんうん、それでその後、彼女いんのみたいな。おわ、そう、聞いてみて、うんうん、そしたら、そのいないって言ったんだけど、後ろの方から、うん、いや、これお前いるじゃんみたいな。中二だな。周りも中二だな。いるやんおもれえ、いんの、うん、いい感じの子はいる。いや、いない、マジでいない。え、何部、え、ソフテに。いいんじゃん。もうその、いや、その、そいつがね。あ、そういうことね。ソフテに、うん、ソフテにっていう言い方がもう中二だ。確かにソフテにって言わないな、もうな。マリテニの言い方だもんな。あとソフトテニスなんか中学の3年間しか触れないじゃないですか。本当そうだな。中二だな。ソフテニって。ソフテニいいな。いや、ソフテニだったらもうその多分練習してるとこも女子と同じじゃん。女子のソフテニがいるもんな。うん、いないの。いや、もうソフテニマジやばいやつしかない、女子。ソフテニだし、それ言ってたわ。やばいやつしかない。ソフテニ男子とソフテニ女子ってさ、やっぱお互いをいがみ合ってるからね。そう、ソフト部は、ソフトボール部は。ソフトばっかりじゃん。ソフトボール部は誰かいない。固くなるんだよこいつは。ソフトボール部ってやっぱさ、その健康的でその活発な女子多いじゃないですか。そうだね、ソフテニとかより もっと多いじゃないですか。いや、もうソフト部は全員キモい。中二だな。全員キモい。え、バスケ部は？ブスばっか。どこならいいんだよ。え、バレー部は？って聞いて、まあバレー部はまあ、まあまあかな。バレー部だ絶対。多分バレー部にすごい可愛い子がいるんですよ。そうだな。すごい可愛い子がいるのをバレー部なんだ。中2にすると、まあまあかなって言うな。可愛いって言いたくないもんな。だって、そしたら後ろからさ、え、違う、お前バレー部に好きな子いんの？なるからな。そうそうそう。うん、そうだな。それでその後、え、彼女いたことはある？みたいなの聞いて、いや、まあなんか昔いたけど、なんかそれもマジなんか、うわ、意味わかんなかった。なんかあっちが勝手に言ってきて。おわ、中2だね。あるでいいのにな。そう。あっち勝手に言ってきて、うん、なんか小2の時。小2回しか思ったで、その辺で、なんか、いやでもマジこの斎藤さんで、うん、こんなに喋れたの初めてだわ、みたいな。あっちも？そう。もう20分ぐらい喋ってんじゃん。確かに。だから多分、その、今どんぐらい流行ってるのか知らないですけど、うん、多分嬉しいじゃないですか、そうだね、大人と喋れるって。確かにね、僕は25って言いましたし。ああ、はいはいはい。だから嬉しいのかなって、うん、マジ誰とも繋がんないよなみたいな話で、うんうんうん、そう、ほんと繋がんない、うん、だからほんと女子の名前とかにすると繋がるよみたいな、うん、まあ、教えて、うん、あーでもそうか、なるほどなみたいな、まあいいや、バイバイって言って、ああじゃあ夏楽しめよ。うわ、大人だねお前は。お兄さんだね。俺はさ、もう明日も何にも仕事もないけど、そのお前ら青春楽しめよって言ったら、キリ側にね、うん、マジニートじゃんこいつって言われて、中二だな。でよかったなって思って、で、ね、でもどんどんかけようって言って、まあ、そしたら今度また男に繋がったんですよ。また男かよ。ちゃんと喋ってくれる男。なんでもう生き生きしてんだろ。ちゃんと喋ってくれる男、うん、
まあもう貴重 でなんなら中学生と喋ってちょっと気持ちも若くなってるんで、そしたら今度そうだなまたね若い男の声で、あの何歳って言ったら小3すごいね今斉藤さんどうなってんの小3って言って小3 9歳小3って言って9歳だよね9歳だよな9歳がやってんのこいつがねむっちゃ小3だったんですよなんだよその斉藤さん小3の段どんなの何歳って聞かれたから25って言ったら、うん、ヒカキンの真似できろよって大人全員できるわけじゃねえんだよめっちゃ小三だって思ってヒカキンだなブンブンハロー YouTube って言ったら結構似てるわ結構かいよかったなえ今何してんの今弟と YouTube 見てるって本当に YouTube 好きなんだな今な、うんうん、弟何歳弟小一うわあ小三だなって思ってそうだな小三ってやっぱ小一の弟いるじゃんいるよな2、3個しか大体2、3個だからなそうで YouTube 好きなんだでも俺 YouTuber になりたい、うん、誰好きなのヒカキンとセイキン兄弟で好きなんだそうヒカキンとセイキンやっぱ兄弟でさ一番いいもんなみたいな話して、うん、曲とかも出してるよなって言ったら曲歌ってくれてセイキンとヒカキンすげえすげえ今の賞賛だそうそうそれで歌い終わった後に俺たちがホリケンサイズ歌うのあそうねそうそうです、うん、歌い終わった後に、うんちょっとさ、せーのでさ、ヒカキンとセイキンどっちが好きか言い合おうぜそれは、そのゲームはだいぶ新鮮だけどさ、それ絶対ヒカキンでしょ、そんなそれで、うん、まあ僕ヒカキンだったんで、うん、せーの、ヒカキン、ヒカキンってやっぱヒカキンだよなってセイキンの方が好きとか珍しいんだからなんだそいつそれで、まあじゃああんま夜更かしすんなよって言って大人だね、お前なんかそれ次またかけて、まだ行くねそれかけたら、ちょっと落ち着いた男が出たのよ。まあ男なんですけど、いや女の子出てきたんですよみたいな感じで言ったけど、男でしょ？男。落ち着いてて、え何歳ですかって聞いたら、あの大学4年、大学4年ですって。おっさんだな。おっさんに感じるわなんか。おっさんに感じるけど、うん、めっちゃ大学4年でこいつもまたね。第四？大学4年で。22？ 22。22ね。22で今、うん、中2、小3、22と喋ってるそう、22でさ、うん、え、じゃあ大学4年ってことは来年卒業かみたいな単位取ったちょっとテンション下がってんじゃないか単位取ったみたいなおっさんだから単位はまあまあですね、みたいな渋いなで、就活はみたいなあ、今1社内定決まっててで、次受けるところが自分的にも結構チャレンジャーとこなんでまあもうその安心はできますけど行けたら行きたいみたいなとこっすね面白くねえ会話だなヒカキンのやつ俺好きだったよなああファートナイト派手さがねえのやっぱもう第4っていやそうなんですよそれ僕もなんか普通に喋っちゃってるなって思って、うん、まあ喋りはできるんでやっぱ会話、うんうん、いや自分バド部でずっと大会やってきたんですけど、うん、まあ高校の時は結構いい感じだったんですけどなんか大学入ったらそこまで、まあ、結果も出せずで、なんか彼女とかも一回もできたことないっすで、やっぱこう斉藤さん女子と喋れると思ったみたいなはい、思いましたでも、今は今でまともに喋れてるんでこれはこれでありかなって思ってます聞いてんねえよいや、今年の就活生も大変だよなみたいなつまんねえ話ばっかしてんなそれで小3だぜよ、小3ずっと小3と喋ってなかったんだよそれでね、あじゃあまあ頑張ってなみたいな、うん、大学学生生活ももうあと1年だから今年遊びきれないかもしれないけど頑張ってなみたいな、うん、で、ああなんかちょっと盛り下がっちゃったなって思ってそりゃそうだよそれでふとね、こうカンタさんはカンタさんでやってたんでカンタさんの方聞いたらなんかすげえ女子と喋ってるんですよなんかね、うん、あの歌手を目指してる女子みたいなのにめっちゃ楽しいじゃんラッドウィンプス歌ってもらっててめっちゃいいじゃんえ、マジうまいねみたいな言ってておい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 こんなことあんのかよそうだ、俺はそうだよ女子と喋るためにこのアプリをしたんだそうだよお前バババババってもう最後のラッシュかけたら、うん、女って出てるやつにかかったんですよすごい初めてよっしゃって思って、うん、もしもし、うん、いくつって言ったら中二中二あいいじゃん三重の中二って言ってさっきのやつらがその女って登録してうそすごいマジで僕が教えたから女子とかで登録すると少ねえかなあとそうそうそうすごっ基本的にねもういろんな同じ人とめっちゃ当たるんですよそれで OK
俺ニートあの夏休み楽しみろって切って終わり終わり、もうそれですげえ、あるんだなそんなこと、はい、だからね、まだね多分当時とは違った楽しみ方できますね、斎、ね、藤さんやっぱ。いや、これはいい話聞けたからちょっとやってみたいね。やってみたら、いいよ、あ、もうエンディングか、今斎藤さんアプリ入ってるの？ちなみに今入ってますよ。ちょっと軽く1回だけさ、まあ今その僕のスマホで撮ってるんで。あ、そうか、じゃあできない。さあ、エシリトリのコーナーでございます。あ、そうか、今回はイですね。内村航平か、内村航平のイから始まったエシリトリ夜中の流れというのを書くんで当ててくださいと。いいでございますけどね、当たった方にはステッカープレゼントと。あ、追加で、あ、追加でみんなやっぱエッシリトリはすごく降ってきてくるんだな。さあ、全てのお便りはナイチンゲールダンス1@gmail.com でとね、最後に読むことじゃないですけども、よろしくお願いします。あ、中流れで決まったようなんで読んでいきたいと思います。わかりました。イノシシ犬神家の一族、イノシシ犬神家の一族、これ単勝でございます。犬、芋、椅子、インタビュー、インク、インフルエンザ、胃の中の蛙、井川ゆりか、イカそうめん、イクラ、医者、医療表山猫、イクラ、稲川淳二、椅子、イエティ、イクツクシマ神社、イカ、イノキ、イノシシ、イロリ、イタリア、インド、イースター島、インゲン豆、犬、イタチ、イエティ被ることあるんだな、井戸、一円玉、胃袋、伊藤海二、インコ、一万円札、伊坂幸太郎、イースター、イカのお寿司、イカのお寿司単勝です。イソジンのうがい薬、糸巻き、インゲン豆となっております。さあ、中は流れているの、お願いします。あ、これいや、僕は全然ありだと思いますよ。これもしかしたらずるいとか言われるかもしれないです。これインテルミラノですね。ずるいです。え、インテルミラノやばくない？ちょっと、いや、やばくないでしょ。え、インテルとかだったらまだ。じゃあインテルでもあり。いや、インテルミラノはちょっと違うということで、今回送ってきた方々、それやめよ、マジでマジでやめよ、これ僕ね、金かかんのよ、これ発注するのにめっちゃ金かかっていくら、え、いくら、全員いくら、全員なら、いや、まず発注するのに5000以上かかんのよ、うん、1枚1回にこんなに人数もいるとね、今後のことも考えて、うんうん、ほんで、うん、送るのに1個80円かかるからこの前普通に3000円払ってんだよ全員に送った時マジやめよう。だからめっちゃ無駄、めっちゃ切れてる。こういう時もある毎週あんだからさ。イカとかで書けばよかったじゃん。やだよ、イカなんか。インテルミラノいまいちだな。いや、いいだろ、インテルミラノ。じゃあちょっと、じゃあこの中で、うん、一人だけじゃああげようか。いや、そんなんだって無理よ。いや、インテルミラノむずいもん、やっぱり。いや、しょうがないよ、こういう時もある。インテルミラノ納得できないな。こういう時もある。じゃあ次、じゃあ次、脳から始まるけども、うん、脳から始まって、うん、リラリグレーのリで終わる、物縛り。ああ、僕が書くのは、うん、ノリじゃんいや、ノコギリとかもあるからね。ああ、なるほどね。うん、のじり。え、それでなんかその、でも絶対当てるもんな。それで危ういことをしたら、うん、そう、どうなる？それはもう危ういもんな、これ。じゃあいいっすよ、そのので始まってリで終わるやつね。だってもう結構縛られるよ、結構今、結構連続してきてるからこれ。うん、いけんの？え、その1人3個？1人3個、1人3個当たるっしょ絶対当たるよじゃあ何にしようか。脳から始まる、何文字とかにしましょうよ。あ、じゃあ分かった。脳から始まるもので、うん、4文字。4文字ね。はい、脳から始まる4文字縛りです。次回はもうほんとフィーバータイムです。入れ食い、もう脳から始まる4文字なんて多分もう絶対当たるし、当たる当たる。皆さんよろしくお願いします。うん、次回は脳から。じゃあ申し訳ない、これは。四文字でございます。さあ、というわけでお時間来ました。また来週、中野中ルティンとヤスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。斉藤さんやってみないとな。